どうも、イズログです。今日は5月の、1日2日かなあ、2日か、2日だ、5月の2日です。まあ雨ですね。でまあ一応今朝じゃなくて昨日の夜のうちに、はい、まあ、ブルーシート防湿剤の代わりにケチって買ってきました。で防湿シートと、あとはあれかな、まあここの手直しですね。一応まあ床下調整剤の宮中の床下カラットを巻いていこうかなと思います。でこれやっぱり問題なんだろうけれども、問題じゃないと思うんだけど、はい、これまずね、床つかが2本ないんだわ本来。まあ一応あそこにも使い石あるんだけど、困ったことにこれ合わせ切りがね、これ傾いてるんよ。そうだ、この大引きか、大引きがねちょっとこう傾いた状態で、傾いた状態でこれ実はね切れ込みが入ってるんよ。カナで削ってるから結構な力技で削って、これで水平出してるんだ。だからこれ使い石入れらんない。であとね、雨が降るとよくわかるけど、よいしょ、これなんで湿度があるかっていうと、あそこにもね通風口あるけど、あそこから雨がねこうやって吹き込んでくるんだよね。だからとりあえずあそこをふ塞いじゃわないとダメっぽいんだ。うん、塞いじゃわないとダメっぽい。はい、でまああそこの通風口2つからもちょっとね来てるんだよね、水が。だからこれは塞ぐべきなのかというような感じです。まあね、でもその割にはあれ、アリの義道がないんだわ。入ってるけど、それほど激しく入ってるわけではない。でもね、まあ、あそこの通風口もそうだけど、この家の不思議なとことして、全部の通風口から雨が吹き込んでるんだわ。だからどうしようかね。だからここら辺がちょっとね、湿度調整剤入れても、まあ、無駄でしょという感じになってしまってます。でもまあやらないだけはマシなんで、とりあえず1年目はここまでできることをやって、2年目からは何かをまた、手直し的な何かをやっていこうかなって思います。